可愛いでしょこの財布。お気に入り。いやこの財布可愛いのでぜひ皆さん買ってください。おすすめしております。買ってくださいっていうのはあれやけど。そうね、売っとる本人みたいな。いやでもマジめっちゃコンパクト。可愛いよこれ。ノートお揃いの MHL のね。そう。これなんていう、これなんだ、ポーチ？何？コインケース。コインケースかな。ちょっと写真載しておきます。ポンって。これね、お揃いなのよ。そう、クリスマスに買ったんだっけね。ね、広島で買いに行ったよね。そう、お揃いのを買いに行ったんです。なんか値段表記なくてなんかめっちゃ高くなかったっけ。そう、あれすごいぞって思いながら1万何歩さん買ったこれ1万何歩したこれ、ね、なんかもう一個可愛いのがあってそっち買おうとしたら在庫がなかったんよね。そう、ちょうどなかった。あっちもっと可愛かったんよ。いやこれも可愛いけどね、これも可愛いけど、そりゃで、そっちは7000とかその辺だった気がする。うん、いや、よう覚えてるね。そう、で、こっちが値段表記なかったよね。うん、本当にそれだけなかった。うん、で、出したら、あ、お一人1万何本ですで、合計2万何本ですって言って、えってなってびっくりした、あれはね、一気に値段上がったけどびっくりしたわ。そう、おーってだね、可愛いから良しとしましょう。おすすめですよこれ。 MHL のやつあれよね、プレゼントにいいよね。うんうん、何しろバッグとかさ。そう、可愛いよね、すごい。ぜひプレゼントに困ってる方はぜひ、はい、MHL さんよかったら今写真集をね、うん、どこで作ろうかなってね、考え中でね。うん、なかなか決まらないけど、まあ決まったらね、また YouTube で告知なり、Instagram でも告知なりさせていただきますので、はい、ぜひ買ってください。皆さんよろしくお願いします。皆さん買ってくださいませお願いします。でも実際さ、うん、登録してくれてる人とかさ、うん、インスタグラムフォローしてくれてる人、写真どれぐらい興味あるんやろ。まあ、大半がないとは思うんやけど、うんうん、あんまりなんかスマホとかではちょっと撮るよみたいな人が多いとは思うんやけどさ、うん、まあ、そういう人に手に取ってもらいたい写真集。うん、見てほしいね。ねえ、ぜひ尾道ってか尾道に来てもらいたい。これこのチャンネル見てる人たちに。あ、本当にそれはもう。そう、これ俺らはずっと多分尾道で Vlog だったりとかさ、うん、やっていくじゃん。うん、まあ進路がどうなるか分からんけどね。うん、まあ、分からんにせよ一番は尾道で遠距離が終わったらカフェ巡りとか、この前出したみたいなね、Vlog みたいな感じでやりたいじゃん。うん、ね、あれ見てきてほしい、尾道。本当に一回でもね、そう、足を運んでもらえたら。で、ゲストハウスとかに泊まって、うん、で、朝早起きして、パン持って、海辺でご飯パン食べてみたいなことをね、してもらいたい、尾道で。すっごいいい。朝になります。そう、本当に。なんでこのチャンネル登録してくれてる人の中にカメラ持ってたらもう余計来てほしい本当ね、尾道は本当に来てほしいところ。そう、尾道はね、いやでも何があるって言われたらさ、うん、これって言われはないけど、うん、道の雰囲気だったりとかさ、まあ、誰かと一緒に行ったら絶対楽しいよね。うん、多分好きになる。うん、カフェ巡りだったりとかも友達としたらいいと思うしさ。うんうん、ぜひ来てください、尾道に。ぜひぜひ。これから尾道の良さ発信していくので
なので僕は尾道氏と一緒に仕事がしたいです。これちょっと寄るよね。俺は尾道氏の文化大使か観光大使狙ってる。上を狙っていくので、はい、俺はそれぐらい地元愛を貫きますね。うん、地元愛大きいね。はい、なのでまずは尾道の写真を手に取ってもらいたい。なのでぜひ買ってください。買ってください。ちょっとお金は発生しちゃうんですけどね、申し訳ないことに。でもきなりくんの写真は素敵なので本当に見てほしい。見てください。見てください。なんで2月にさ、うん、あのバイトをさ、うん、シフトのやってくれてる 人にさ、うん、あの2月中撮影で1ヶ月ぐらいお休みいただきたいんですけどって言ったらさ、うん、いいよ頑張ってきておいてって言ってくれてさ、うんうん、話したっけこれ。うん、聞いた。聞いた。昨日聞いたな、ちょうど。そうだっけ。うん。記憶がないや。昨日。あ、言ったわ。覚えてるやろ。うん、言ったわ。聞いた。私聞きました。ね、それで1ヶ月あたりお休みいただいて。うん。まあ最初ちょっと撮りたいものがあるので鳥取の方に5日間か1週間ぐらい、はい、滞在して、2月中はね尾道に滞在しております。はい、なので一時的にまあ形としては遠距離が一旦停止です。おお、2月中から3月頭ぐらいまでは遠距離が終わり、はい、高校生の時のようなチャリで20分あたりの距離になります。すごい近くなった。新幹線2時間がチャリ20分に変わりました。そう、すごいよ本当に。いや本当に高校生の頃なんかあれよ、俺ら夜一緒に歩きよったよね、うん、そうそうそう、ランニングとか普通にしよったもんね。そう、2人でしょって、なんかいつものねお決まりの集合場所があって、うんうん、そこで集まって一回集まってのんびり話しながら歩きよったよね。そう、いい懐かしいな。そんな時期もありました。若かった頃が。今は距離的には新幹線2時間です。今ないね。なので2月中はね、まあ、できたら多分、うん、今はね遠距離だからほぼラジがメインになっちゃってるんだけど、うん、まあカフェだったりとかのんびりしてる Vlog だったりとかをね、はい、ちょっと多めに動画も多めに出せるんじゃないかなとは思ってます。はい、できたら週 2,3 回出したいな。おー、その期間、いいですね。そうそう、もう今週1なのが俺はもう嫌だ。もっと出したいんだけど本当は。いろいろ都合がね。そう、まあでも2月中、2月中旬あたりから3月あたりかな、うん、は多分多めになるので、ぜひね Vlog なり、まあその期間もちゃんとほぼラジも出すので、うん、作業用に聞いていただけたら嬉しいな。そうですね。なので楽しみにしていてください。はい、では今日のホボラジはこの辺で終わります。今日も一日お疲れ様です。お疲れ様でした。ちゃんとあったかくして寝てください。風邪をひかないように皆さん。では今日もホボラジありがとうございました。次のホボラジでお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。あったかくしなよ。しなよ。バイな。バイバイ。